ちょっとだから話してくれないかな。気分が悪いなら水を持ってこなきゃ。いや、わかった。じゃあ俺も一緒に行くから風呂場に移動しよう。着替えないと風邪をひくよ。落とさないから安心して。ま、兄貴よりは頼りなく感じるかもしれないけど。着いたよ。大丈夫？じゃあ俺は外で待ってるから、何かあったら呼んで。やだ。だけど。やだ。した。じゃあ俺は後ろを向いてるから、ちゃんと体を洗って着替えたら声をかけて。そういえば、まさかと思うけど、俺がいたのを忘れてたとか言わないよね。今思い出したわ。まったく、ひどい奥さんだな。俺はこんなに。もしかしてナラン拗ねてるの？今裸だろ？うん、そうね。そうねって。もしかして寝てる？寝てないわ。
冷水でもかぶってこようかな。でも俺の体が冷えたら君は寒く感じるかな。そっか、やっぱり俺のうぬぼれじゃなかったんだな。好き。こんなにも欲深い俺を知ったら君は軽蔑するかな。ガキで嫌になる。俺も離れたくない。とこうしてたら風邪をひくよな。よし、こんなものかな。ある意味、目の毒だな。まったく油断しすぎだよ。俺にいたずらされちゃっても知らないからな。君は俺に借りを作ったことを後悔するよ。俺の夢が叶ったら必ずね。
んなに丸くて大きい月なら地上は全部見えてるんだろうな。兄貴も見てるかな。失礼。せっかくだから少しだけここで休んでいこうか。大丈夫。何が大丈夫？君は夢の中でも俺を守ってるの？まったく、そんな可愛いことばっかり言ってると本当にいたずらしちゃうんだからな。どうしてみんな俺には守らせてくれないのかな？ねえ、兄貴。でも俺、君を諦められないから。ごめん。ごめん、兄貴。甘やかすなよ、兄貴。兄貴は俺と姉さんの気持ちが通じてるって知ってたんだろ？それでも俺を生かしたんだ。俺だったらきっとあの決断はできない。愛してる人が違う男を見ていると知っていて、その男を生かすために自分の命を犠牲にするなんて。それとも進み続ければいつかはそういう男になれるのかな。起こした？でも
俺たちが起きてるから気になったんだろ。昔みたいに小僧って言ってくれてもいいのにな。前の主を殺した役に立たない坊主でも、無意識のうちに真似しちゃってるのかな。今言われたことが本当ならまた自分がないって兄貴に怒られる。どういう意味？俺がスレン様の魂を継いだ。そんなこと、あの頃は一言も言わなかったくせに。ひどいな。ま、その通りだけど。まだその時じゃない。ちゃってたのね。ところから持ってくるしかないわね。
帰っていたのなら一言くらい言ってくれればよかったのに。ああごめん、もう寝てるかと思ってさ。夫婦は助け合うものだろ。だから謝る必要なんてないよ。むしろ俺こそ、いろいろしちゃってごめん。体は大丈夫かな？ええ、私は大丈夫だけど。でも迷惑をかけたのは本当なんだから、やっぱりちゃんと謝るべきだと思うの。ごめんなさい、もう二度とあんな風にはならないわ。それはそれで寂しいけどね。もう